はい、どうも皆さん。これね、うちのかみさんの着物なんですけど、2回、最近、近いうちにこら、着られるらしいんでね、ちょっとね、出してみたんですけれども、これは、友達からね、チケットももらって、いつも世話になってる方なんですけれども、で、クラシックのコンサートを見に行くので、この左側の着物ですね。それはですね、どこなんです近いか？うちに、着るものなんですけれども、で、右側ですね、これはまた、ですね、もうちょっと後なんですけれども、川下り、なんだっけ、保津川下り。保津川下り。保津川下り、京都の方、亀岡、市の出してる新しい、パスを使って安く手に入れたトロッコ列車とか保津川下りのセット券なんですけど、その時にこれを、うちの妻が、着るらしいんだよね。だからまあ俺も、楽しみで、まあこれはね、着物大事な文化なので、うちらがまあささやかながら、ちょっとね、これで興味を持たれる方がいたらいいかなと思っております。僕はちなみに、普通の適当な格好で行くと思います。着物着ることはないかなーって、あればお正月ぐらいかなーって感じ。と、文楽を見に行くときぐらいかな。はい。皆さん、いつもながらご視聴ありがとうございました。じゃあね、チャオチャオ。